バルバラ・フォン・ブランデンブルクは、ドイツのブランデンブルク選定校家の校女で、マントバコールドビーコ3世、コンザーガの妻、デンマーク王妃、ドロテアの姉。ブランデンブルククルムバッハ編教ハヨ予ンとその妻で、ザクセン選定校、ルドルフ3世の娘であるバルバラの間の第一子、長女として生まれた。父は、ブランデンブルク選定校、フリードリヒ1世の長男でありながら、 後継者となるのを辞退した人物で、長子相続を故守するホーエ園ツォレルン家の歴代の中では極めて稀な例である。1433年11月12日にマントバにおいてゴンザーガ家の当主ルドビーコ三世と結婚した。ゴンザーガ家は神聖ローマ皇帝、ジギスムントにマントバ公社位を授けられたばかりの信仰の一族で、 剪定校家の娘で皇帝の親戚にもあたるバルバラをめとることは家柄を高める意味で重要だった。バルバラは他のゴンザー崖の女性たちと同じくルネサンス文化の繁栄に貢献した。公爵夫人は四カ国語を流暢に使いこなし、マントバ在住の人文主義者ビットリーノ・ダフェルトレに指示した。バルバラはまた自分の子供たちの教育も自分で監督した。常に 不在がちだった夫ルドビーコ三世は、不在時は国政の運営を妻バルバラに任せ、国内に滞在している時でも妻の意見を尊重した。バルバラは生涯に膨大な書簡を残したが、手紙の相手は自分の身内だけでなく、ビスコンティケや教皇庁、ドイツの王公貴族など様々だった。1478年に夫が死ぬと長男に、 国政の運営を譲り、引退した。夫との間に五男五女の、計10人の子女を設けた。ありがとうございます。